十何倍だった4000円返ってきた。そんなもんで、そんなもん300円しか開けてないもんね。10時50分ついに来ました、最終レースで、今回は、ね、もうしょうがないんで、とりあえず5番と進駐。5番頑張れ、いやもうすごい胃が痛くなったけどね。でも今はもう言いたくないもん。ストレスがある時の一応役。さっき飛行機で、予定を立てました。ビールは生えまくりだ。向こうの意味が分かんない。汗かいてきた、寂しくなってきた。この中にね、日本人が一人もいないっていうのはね、すごいことだよ。商品全部ここら。何もうちょっと、まだ夜じゃないんだよ、昼なんだよ。さっぱり食わしてくれよ。じゃあかゆ、ちょっとこれで、てかまあそれがこれ頼んだよ。なんかこのホテルすげー高え。次来た時にはここに泊まってやるからな。ここが100万ドルの夜景です。プレーズ卵なんか食べてそうな。12時間歩きっぱなし、めっちゃ疲れた。それではですね、今日は僕が持ってきたものをご紹介します。まずカメラでカバン、以上です。これを買う時に店員さんがこれどうたらこうたらどうたらこうたらって聞いてくるんだけど、さっぱり分かんないから OKOK って言ってたら、なんか値段がいきなり倍になってね。2日目の香港、そして最終日めぐいんだ。これかわいいな、肉球でも薄汚れてるな。どうですか、やっと来れたよ、金魚だらけの店。ねえ、まあ俺が買ったら一瞬で死ぬから買わない。いかがだったでしょうか、めぐいん TV365 特別企画。 YouTube で1億再生超えたから、100万ドルの香港の夜景を100枚撮って1億ドルの夜景にするの旅。いやー、初めて一人で海外に来て、右も左も言葉も何もわからない状態からね、なんとか帰国まで頑張れました。でも海外はやっぱりいいね、日本と何もかもが違う。だってトイレにシャワーついてんだぜ。ビデオで撮んなかったけど怖かったから。トイレにシャワーついて、シャワーでガーってこう体洗うとトイレすげー濡れんので、そのトイレで最後おしっこして出てくるっていうのをやったんですけど、本当にこれでいいのか分かんなかったから、とりあえずなんか周り濡れてたからやっちゃったけど、多分いいんでしょ。本当に来てよかったと今思ってる。もう絶対またどっか行く。でもだいたいいつももう歩き回って終わっちゃうから、もうちょっと腰を据えてね、余裕で行きたい、早くそうなるようになりたい。なのでこれからも皆さん、1億回突破しましたんで、今度はもう10億回を3年以内には達成してやろうかと思うんで、皆さんこれからもめぐい TV をよろしくお願いします。じゃあまたさよなら。